三号会は、香港を拠点とするいくつかの犯罪組織を総称する呼び名である。地下社会や、裏社会などという抽象的な意味の言葉ではなく、実体を持つ犯罪組織のネットワークを指していう結社という意味を表すものと解釈できる。英語圏においては、トライアドやトライアドソサイティと呼ばれている。秘密結社的な性格を強く帯びるという特色もあってか、 その実態については断片的にしか知られておらず、全体像はほとんど明らかでない。所流派としてこれを構成する組織のうち、香港で活動する者は現在57ほどが存在すると目され、それらの組織は成員を50人程度とする者も,もあれば、3万人以上の成員を数える者も,も存在するとされている。そのうちの有名なものとしては14系、塩パン。 わジアなどが挙げられる。その影響力は、香港をはじめとして、マカオ、台湾、中国大陸といったアジア圏に加え、欧州、北米、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの過人社会にまで至る、世界的規模の広域に及ぶものであるとされている。その発生は、チンの時代、成長による支配に抵抗すべく結成された反 体制的結社を源流とすると言われている。類似するものとして、天地界などが存在した。その目的は、漢民族の復権、すなわち新朝の打倒、支配像としての満州族の排斥、漢民族による中国大陸の奪還であった。こうした結社は、中国大陸の諸地域に広がると同時に、多くのグループに分岐し続け、また多くの名前で知られることとなる。 そのうちの一つが三号会であった。戦前の三号会は、半身的秘密結社であり、会員間に道徳的規範を守らせるような立派な人物もいたが、土肥となって、盗みや殺し、密売など犯罪をする者が多く、抗日テロの実行も担った。三号会という名称は、天、地、そして人という、三つの要素の調和を表すものとされた。そして三号会は、 自らの表彰として三角形を利用した。ゴールドラッシュの時期にはアメリカ大陸への移民の波に乗る形で同大陸各所に散在する過人社会に浸透していった。宵闇の香港1949年に中国共産党が中国大陸における支配権を得ると組織犯罪に携わる社会は厳しい法の締め付けにさらされることになる。三号会の成員は 自らの活動を継続するため、中国大陸を南下、当時英国の直轄植民地であった香港への移動を開始した。当時の香港の状況は、少なくとも1931年までのそれは8つの主要なが存在し、それぞれ香港内の別の地域を活動域としていたとされる。1956年、ちょうど操縦暴動と呼ばれる大規模な暴動が、 香港社会を騒がせた直後の時期、政府は3号会に対する法による締め付けを強化した。3号会の拠点で有名だった急流上塞の夜景香港における3号会の問題は60年代及び70年代に顕著であり、香港は黒社会の首都とも呼ばれた。諸問題の解決のために警察が3号会を利用していたとも言われる。例えば、 ある誘拐事件が発生したら、警察がその地方の3号会の有力者に掛け合い、解決のための協力を依頼する。その一方で、3号会のある地方の有力者が、自らの地盤における懸案の解決を目論み、警察に協力を依頼する。英国人の作家マーティンブースによれば、1970年時点で、香港警察のうちの実に3分の1の人間が、 黒社会の成因を兼ねているものかまたは黒社会と何らかのつながりを持つ関係者であったともされこのことから黒系という言葉も生まれた積極的不介入を取る香港社会にあって民事介入暴力を行う三合会と関係のこうした共生関係は社会の秩序に安定をもたらしていた面もあった1974年の連成交渉の発起はこうした 腐敗状況に際立った抑制をかけた。その圧力に伴って各地方の3号界分派の地盤は次第に縮小し、それまで地域ごとに明確に分かれていた分派間の区分けも次第に曖昧なものになっていった。同時に表だった経済活動の利潤も減少してゆき、その活動は非合法色を強めながら地下に潜ってゆく。 1980年代から1990年代にかけて3号会は特定の経済分野を独占し始める。例えばシンギアスによる映画産業の独占である。シンギアスは香港の映画産業のほぼ全領域の支配権を掌握したともされる。この時期にはカンフー映画が主流だった香港映画において3号会を題材にする香港のワールドも確立された。 香港返還後の中国本土と同様の取締り強化や中国の刑法の厳格な死刑適用の可能性が返還前は取り沙汰されていたが、1993年に当時の中華人民共和国公安部部長だった投資駒は黒社会にも愛国者はいると述べて香港の3号会の存在を容認する方針を打ち出した。中華人民共和国の最高指導者であった 当昇平も、黒社会も真っ黒ではない、愛国者も多いと発言していたとされる。これにより返還後も参合会は、香港政府及び香港警察と共存を続けて、さらに、中国本土とも結びつきを強めて、香港の親中派に雇われて2014年香港藩、政府デモや2019年逃亡犯条例、改正案をめぐる抗議デモなどで暴力を振るっていると、 民主派から批判されている。なお、香港当局は、香港法第151章の規定において、3号会を含む犯罪組織に関する規制をとっている。この規定においては、3号会それ自体を違法なものであるとしている。香港警察には、組織犯罪及び3号会調査課と呼ばれる3号会対策課が存在する。戦前の3号会、 ありがとうございます。